今日も大興奮ブラウンですなんかここだけ見ると変態だね。今日は前回に引き続き琉球ゴールデンキングスについて、琉球ゴールデンキングスについてのロスター紹介その2ですね。幸せ。前回の動画をまだ見てないよという場合は、右上の白いやつか携帯の人は概要欄からどうぞ。そしてもし動画内で紹介しているチームや選手に興味が出た方は、概要欄に公式サイトと YouTube チャンネルのリンクを貼っているので、そこから飛んでみてください。ということで早速レッツゴー。パワーフォワード、センター。まずは頼れる日本人ビッグバン、パワーフォワード兼センターの三原。日本人ビッグマンにしたら珍しくスリーポイントが打てる。イエイ。しかも体重が110キロとフィジカル面でも外国籍選手と渡り合えます。もうこんな素晴らしい選手代表に呼ぼうね、ラモスヘッドコーチ。お願いお願いお願い。せめて代表候補には入れようよ。お願いお願いお願い。頼みすぎやろ。シーズン序盤は外国籍選手の少ない琉球のゴール下を支えてくれるでしょう。次は若手のビッグマン、パワーフォワードの7、ダニエル・ダーン。画面の前のあなたに正直に、正直に白状しますと、琉球が日本人を12名獲得して、やっべ日本人取りすぎだ、レンタル出さなきゃってなった時に、きっとレンタルに出されるのは7かな、とか思ってました。すいません。そしてこの選手は今村と同じく日本代表の重点強化選手に選ばれ、将来の代表候補というね。そっちかい。三原じゃなくて、そっちかい。あとはキングスの藤田さんが代表のアシスタントコーチから外れてたぞ。そっちもかい。そして次は大物、元フランス代表のキム・ティリ。身長2メートル10センチと高身長ですが、フットワークが軽く、アウトサイドシュートも打てるストレッチビッグですね。個人的には同じ系統のビッグバン、東京のアレックス・カークや渋谷のライアン・キリーとの対決が見てみたいです。と思ったら、琉球は今度渋谷と練習試合するみたいですね。やばた2円。これめっちゃ放送してほしいんやけど、もしバスケットライブとかでできないなら、Twitter とか YouTube とかでもいいんで放送してほしいです。お願いお願いお願い。頼みすぎや。お次は14人目の契約選手、ジェイソン・ウォッシュバーン。いやー、ありがてえ。エヴァンスとキム・ティリが合流した瞬間契約が切れると分かっていて契約してくれてるんだぜ。ありがてえ。そしてこの選手はクーリーと同じくゴリッゴリのインサイドプレイヤーですね。スリーポイント何それ美味しいの的なビッグマンです。最後はインサイドの大大大大大黒柱、ジャック・クーリー。もうこの選手はね、説明いる？パワーが強い、リバウンドめっちゃ取る、そしてゴールにねじ込む、もし外したらもう一回リバウンドからのねじ込む、これを入るまで繰り返す、はーい、最強。昨シーズン序盤は B リーグのフィットに苦しみ、開幕節で4得点だけという、今からすると信じられないよっていう時期もありましたが、そこから体を絞り活躍するようになりました。さすが。そして、結構おめでとう。スタメン予想。ここではスタメンを予想する4。今までロスター予想というおかしな日本語でちょっとわかりにくかったですね。すいません。そしてこれはエヴァンス、キム・ティリのフルメンバーが揃った時の予想ですね。そうじゃないやつは渋谷との練習試合でわかると思うので、そっちをご覧ください。はーい、まずは1番、ポイントガードに波里。おいおい、なんで岸本じゃねえんだよ。前髪燃やすぞ、これ。と言われるかもしれませんが、これは岸本は難病にかかってしまい、闘病生活で下がった体力が回復しきっているかわからないからですね。ねえ、もうびっくりよ。コロナシーズンにまさかのコロナよりかかるのが圧倒的に難しい方にかかっちゃうなんて。びっくりよ。2回目。なので確率的には波里だと思います。これでもし岸本が普通に出てきてたら、笑っちゃう。次に2番、シューティングガードは今村。スタメンを考えた時、この選手の能力の高さは絶対無視できないですね。ハンドリングスキルがあってゲームコントロールができる上に、シュートもうまく、本当に得点能力が優れた選手です。ただディフェンスがうんぬんかんぬんうんぬぬんっていう話もあるので、スタメンにはディフェンシブな選手を入れて、その代わりセカンドチームのエースとして活躍させるのもありだと思います。そうなった場合はスタメンは3ポイントとディフェンス面を考えると、巻きかな。
あ、そうそう、リスナーさんから外国籍ガードにどう対処するか持論欲しいです、神様仏様ブラウン様お願いしますとコメントがあったので、一応話すと外国籍ガードにはこの2番のポジションの選手がディフェンスすると思ってます。去年のマブンガ対策みたいな感じで、ある程度サイズのあるディフェンスが上手い選手を、いけマキ君に決めたとか言ってぶつけるでしょう。そして3番、スモールフォワードは田代。フィジカル的にも外国籍フォワードを守りそうなのと、このポジションの日本籍選手はボールを長く持たず活躍することが求められるので、スリーポイントとディフェンスもいい田代だと思います。そして早く田代のプレーが見てえ。続いて4番、パワーフォワードはキム・ティリー。なぜか呼び名がフルネームだってよ。ティリーだと呼びづらいし、キムだと韓国人みたいになるじゃん、ちょっと変な感じになるじゃん、やだよ。よし、一旦落ち着こう。この選手はピックプレーからトップでスリーポイントが打てるのが大きいですね。また機動力を生かしてインサイドにもアタックできるなど、琉球の攻撃の幅がより広がると思います。最後に5番、センターはクーリー。まあそうでしょう、クーリーはセンター以外のポジションでプレーするのが想像できないし、逆に琉球のセンターといえばクーリーみたいな相思相愛な気がします。シーズン序盤はクーリーありがとう最高だよ的な感じで、かなりゴール下で頼ることになるでしょう。以上、開幕戦のロスター予想でした。もし自分ならスタメンはこうすると思うよ的なやつがあればコメント欄に書き込んでください。順位予想、はい、最後はやっぱりこれ順位予想。早速結論からいきましょう。今シーズン琉球ゴールデンキングスの順位は、西地区1から3位、チャンピオンシップベスト4だと思います。理由としては、去年いろいろとトラブル続きの状態でしたが、シーズン中盤以降は渋谷や宇都宮などの東地区の強豪と1勝1敗でした。そして日本籍選手、外国籍選手ともにパワーアップした今年は、チャンピオンシップの形式が変わったことで1回戦から東地区のチームと高い確率で当たりやすくなりましたが、うら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 と勝ち抜いてくれると思います。ただチャンピオンシップベスト4以降はわからん。本当に東地区には強豪チームがうようよいますからね。そしてその中でも開幕戦で当たる宇都宮はやばい。泣く子も黙るし、泣かねえやつすら黙るほど強い。そして東地区のきっと上位のチーム、名古屋、三河、大阪との関係ですが、まずは名古屋は結局パワー系のビッグマンを獲得しなかったので、クーリーを活躍させることができれば有利になれるでしょう。次に三河ですが、こことの相性はよくわからん。まだ外国籍選手がガードナー一人しかいないので、なんとも言えんね。このチームは補強する外国籍選手によって評価が大きく変わります。そして一番の強敵だと思われる大阪。このチームは去年ですらオンザ3を使用してきたので、今年しないわー怪我大。背が高く若いチームなので、勢いに乗る前に早めに叩いておきたいです。京都とのプレシーズンを見る感じ、連携面の向上にはもう少し時間がかかりそうなので、初めて対戦する12月のゲームは今後の試合のためにも連勝できるか注目です。ということで、今回は琉球ゴールデンキングスについて話していきました。あー楽しかった、やばい、もっと話して、今度 YouTube ライブとかやってさ、もう B リーグについて喋りまくろうかな。まあ何はともあれ、最後まで見てくれてありがとう。これからも一緒に B リーグを楽しんでいきましょう。ではでは。